人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、長官の食糧庫からお肉取ってきました。は？さすが、話が分かりますね。私の分は多めに頼みますよ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。
やった。やった。訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。やった。相手してやった。次から次へと入ってきやがって。一匹残らず駆逐してやる。しかねえだろ。成功だね。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。ヘレ、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。巨人が警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだ。みんな、注意して。どうかしねえぞ。ヤツの様子を見て、一気に背後に回るんだ。いい動きだったぜ。本物の巨人相手に、お前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ、一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い、取った。
超大型巨人が消えた。デレ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。